はい、こんにちは。はい、新規の人は前に出てきてください。今回は新規勢講習会をします。50人クラフト学入門1。ファマス君、君も聞いてください。え、俺も。いや、ファマス君はイメージ的に留年した一個上の先輩みたいな感じのノリなんで、ファマス君座ってください。ファマス君、ファマス君座ってください。ファマス君、ファマス君壊さない。ファマス君、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 ファマス君座ってください。壊さないで。ファマス君座ってください。そう、座れたかな。ファマス君係必要だぞこれ。なんかスペシャルな感じだな。なんか大学に来てまで。だな。まず、50人クラフトの基本的なルールを説明します。その1、絡む相手には気をつける。あと、こういう時は黙って話を聞く。ちゃんと黙って話が聞けるかな。なんか横に誰かついてあげてくんね。家についてあげてくんね。 VC うるさかったらミュートしましょうか。実利になってもらえれば。絡む相手を気をつける事例を教えてほしいです。ほう、いい質問ですね。まず絡む相手を間違える例は、クリエ組にて20アゴさんがクモさんと仲良くなってしまいました。その結果、20アゴさんはクモさんにとても好かれてしまい、デートの誘いを断るのに非常に苦労しているようです。このように絡んだ挙句失敗するという事例は枚挙にいとまがないです。ヤッチはここでその質問が出る時点で、あなたには人を選ぶセンスはございません。絡む相手を間違えないようにしてください。そして相手から近寄ってくることもあります。例えば50人クラフトには鬼滅の刃のね、無惨様みたいなのがいて、お前も私をよしよししないかっていう風に多分スカウトしてくる可能性があります。そうなると無惨様に鬼に変えられてしまうので、簡単にねついていかないように。いいですか、わかりましたか。もうすでに鬼になってる人はいます。あのシラソルさんは心配なさらないで大丈夫です。あの、声かけられることはないでしょう。絶対ないので大丈夫です。女性は鬼になれないので残念ですけど。最近また数名新たに囚われました。つまり絡む相手にはまあ気をつけましょう。いいですね。で、第2なんですけど、欲しいものリスト、 YouTube チャンネル収益化は空気を読みながら行ってください。あの、新規で入っていきなり欲しいものリストを貼り付ける、あと YouTube チャンネルを宣伝するという事件があって、アスペルガー君ってのがいたんだよ。そいつが入った次の日に YouTube を宣伝し始めて、自分の Twitter で、あ、察しみたいな。過去の動画消した方がいい？いや別にいいよ、そのまま出してていいんだけど、過去が問題なんじゃなくて、それを入って速攻宣伝し始めるみたいな、それが目的だったのかなって思われると、ちょっと身構える人が増えるねって話で。第2なんですけど、あのメスガキが絶対近寄ってくるので、まあ基本的に絡んじゃダメです、メスガキとは。もう一番やばいのはピンクっぽいアイコンのメスガキ。アーケン、揃えも揃って全員地雷温度だからブロックしていいよ。僕はそこまでは言ってません。あのすいません、僕はそこまでは言っておりません。あ、揃えも揃って全員地雷温度だからブロックしていいよとかまでは言ってませんけど、アーケンさんの試験はそうらしいですね。アーケンの試験によると、まあそういうことらしいです。女っぽいなと思ったら全員ブロックしてもいいです。あと DM は漏れます。その辺の DM 返したら、あの全部漏らされるんで、基本的にお漏らしされますんで気をつけてください。特に参加勢に絡んでくる10代の女とかは特に漏らすんで気をつけてください。そのリップで会話してると思って DM 返さない方がいい。まあそうだね、返さない方がいいね。 DM 閉じるのが一番いい、本当に。 DM 閉じて Discord もどっか変なわけわからんキッズの Discord とか入るとかも本当はやめといた方がいい。それしないと多分寿命は短くなる。そうしてるんだったら大丈夫で、まあ、第2第2じゃないよ、第4ぐらいか。未成年飲酒条例に厳しくなる。これが参加税になる、一番大事なことです。あ、じゃあピンタロお前何歳？19。うん、シンゴお前何歳？17。はい、2人でしたとします。グッて見たけど2人で仮にしたとします。そしたらピンタロは捕まります、警察逮捕。もうちょっとありえないと思う事例を言うと、ディーディーにピンタロウがケツの写真を要求します。おいディーディー、ケツの写真見せてよって言ってディーディーが送りますってしたら、事故製造。俺は送っていいの？わいせつ物陳列罪になるんであんまり良くないです。で、逆にこれってシンゴがディーディーに
鉄の写真見せてって言うと、シンゴもジポ製造でダメです。ジポ製造は両方ダメで、エロイップとかしたらネット環境上に載せたってことになるから、まあ、ジポとも取れるし、エロイップダメです。でとある参加勢の S 君の話なんですけど、 S 君は18歳未満の女の子と18歳以上になってるにもかかわらず、まあ、ちょっとそういう会話をしてしまい、ちょっと入れられなくなってしまいました。それはなんでかっていうと、まあ、彼が18歳以上っていうのもあるけど、相手が18歳未満だったっていうポイント、相手が18歳以上だったら、まあ、勝手に個人でやってください、ただ、まあ、流出する可能性あるけどっていう、18歳以上同士だったら、まあ、それ何してもいいんだけど、18歳未満の相手だった場合は気をつけてください。某参加生 A さんのケースだと、昔1回だけそういうことしましたみたいなことを言って、なんか俺に急に DM が来たりで、お尻のコピーを取られたみたいな話が来たりとかすることもある。何 N さんだろうな。次が、みんな動画を撮るのが目的なんですよね、これって。一応このコミュニティの目的って、なんで作った建築物が壊されるのって美味しいんで、ガンガン壊されてくださいで、まあ壊してもいいんで、全然空気を見つつ壊したり壊さなかったりしてもらって、紹介されてから壊すっていうのが大事で、配信外でやるのはダメ。動画になんないと面白くならないから、ちゃんと動画でどう映るかなっていうのを考えながらいろいろしてもらって。よくない事例がサバイバルサーバーで壊されてガチへこみして、 Twitter で壊されたマジでやむみたいなことを言うと、まあ、大変なことになるので、基本的に何か人に文句があるときはディスコードで言うか俺に言ってください。タンさんは赤消ししたけどね。イメージ上は受験勉強してくる今からって感じっぽいっすね。さっさとログアウトして受験勉強する。お気持ち炊き込みご飯を作らない。某参加勢の O さんのケースなんですけど、炊くんすよ。リスナーと喧嘩してツイッター上で、イニンがパッてかぶったけど、炊き始めてほっかほかになっちゃうね。これ存在しない例だけど、お前マジでおもんないみたいなことをリプで送ってきたとして、それに対してガチ反論するみたいなことは必要ないです。うざいなと思ったらリプで議論するんじゃなくてブロックで終わらせてください。ブロックは OK、 リスナーのことブロックするのは全然大丈夫。シラソルさん向けで言うと、女は立ち回りちょっとむずい。 SNS は簡単に叩かれるから気にしなきゃいいのよ。気にした方がいい。なんか気にしないと大変なことになる。もう叩かれてた。まあ、だろうね。そうだと思います。なんか、やべえなと思ったらもうブロック。ツイート量も、そんなツイートしないのが一番安全。ナッシーのツイッター見てほしいんですけど、あいつやばいじゃないですか。でもあいつツイッターの使い方うまくて、なんも言わないんですよ。ほぼツイートしてない。まあ、いいねぐらいみたいな。あれ賢くて、こう、いろいろツイートすると、あーだこーで言われるから、まあ、なんか、あえてツイートしないみたいなのが、多分一番ベスト。で、タブ垢、裏垢を作らない。ヘリガキさん、バレてます。鍵垢、もう垂れ込み来ました。早速。3秒で来た。お前、別にね、作るなって言ってなかったからしょうがないんだけど、ペニガキの裏垢、3秒で垂れ込み来て、こいつ、裏垢作ってますよ。クーさん、こいつ、どう思いますみたいな感じで、3秒で来ました。なんで、絶対バレます。その裏垢の誰か漏らしてます。なんで、参加勢同士の鍵垢なら、まあ、作っていいです。あと、マイクラ参加型に全然関係ないアカウントなら OK。まあそれ学校のとか、リア友のとか、別界隈のとかならいいんだけど、リスナーがフォローしてる鍵垢あったら、運用し続けたら多分全部バラされるから、おすすめできません、ちょっと。だからヘルスカその庶民っていうのいいね、なんか。参加勢じゃない庶民に裏切られ、庶民神じゃない。参加勢様になったのだって。本当に漏らされる。もう 100% 漏れるんで。人は信用しない方がいい。マジで言ってる？ちょっと待て。人は信用しない方がいいぞ、翡翠転生。仲良くなるとすぐほだされるだろ？翡翠転生、多分。仲良くなったらすぐ、あ、友達だ！あ、仲良くなった！ほだされーってなるだろ？絶対。そういうタイプだよな。気をつけなきゃダメだよ。気をつけようね。気をつけようね、みんな。翠転生さんはそういう子だから。ある意味僕たちと一緒なんだけど、ある意味僕たちとも違う存在というか、なんというか、まあ、ちょっと特別な子なので、ちょっとまあ気をつけて、まあ、気をつけて接してあげると。
あ、そう、留学生みたいな感じでね、トーマス君、いいね、トーマス君、いいサポート。そう、留学してきた子みたいな。仲間じゃない、仲間じゃない。あと、情報漏洩。これ、まあ、だいぶ知ってると思うんで、参加型とかキッズやってたら、わかると思うんですけど、ディスコードの内容を勝手に言わない。仮に例えば、ミスって口が滑ったとか、間違ってやっちゃったってなったら、すぐ消して、漏洩したことを僕に言ってください、DM で。間違ってこれ言っちゃいましたとか、配信で偶然映っちゃったとか、何かあったらすぐ言ってください。で、情報漏洩したことを情報漏洩しないように気をつけてください。情報漏洩の情報漏洩っていう事件があって、まあ昔の参加生 G 君っていう参加生がいて、情報漏洩してみんなからちょっと怒られたのよ。とある情報漏洩をして、で、それを情報漏洩したのよ。情報漏洩したって言われたっていうみたいな、地獄みたいな感じになっちゃってて、あとはラボの人には感謝して遊んでください。サーバーをレンタルしてて管理してるのがラボの人なんで、まあラボの人全員が全員管理してるわけではないんですけど、まあ少なくとも来てるラボの人が全員やってるんで、あと裏でも別に参加型に入ってなくてやってる人もいるし、基本的に感謝しといてください。頑張っていろいろメンテナンスしてくれてやってるんで。で、あとはニャニャーからいじられると無限にいじられるんで気をつけてください。裏方のたくさんの方々の協力があってのことです。ハマス君は席につけるかな。そろそろ飽きてきたのかな。席に着こうね、ハマス君。大丈夫かな。そこにさ、そうだね、ハマス君の人形さんか。ハマス君かと思った。びっくりした。じゃあハマス君は席に着こうかな。ここ座れるかな。大丈夫、座れそう。あー、お話ししたいの。あー、座れたね最近。うん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 、どうしたの最近、なんかあった。大丈夫、やめとく。いいよ、ハマス君。大丈夫だよ、話して。どうしたの？先生にお話聞かせて、どうしたの？最近さ、このキャラやめようかなって。いや、大丈夫だよ、ハマス君。ハマス君、キャラじゃなくて素だから、それが。みんなハマス君のこと大好きだから。叩かれるのきち。いや、いいんだよ、ハマス君。あんまそんな気にしなくて。そう、みんな好きだから大丈夫だよ。まあ、リスナーの人が好きじゃないよって言っても、みんなほら参加者の人、みんな大好きだから大丈夫だよ。受けてもいい？受けちゃダメだよ、ハマス君。あ、そう。で、ハマス君が言ったんですけどね、皆さん。リスナーから叩かれること多分今後あります。叩かれそうな人はペリガキ、あ、シラソルは叩かれないかもな。クワーリー叩かれそう。カメスタも叩かれそう。てか、まあカメスタは全然まあ叩かれそう。まああとは叩かれないかなって感じだけど、まあどうなるか分かんないんで、そこは叩かれても、もう全然気にしない方がいい。あとコメント見ない方がいいです、基本的に。ハゲネズミ叩かれたらマジでしそうだから気をつけて。あー、確かに、しそう。俺みたいに10分に1回ご視聴したら配信のコメントずっと見ない。いや、まずダメ。それ、絶対ダメよ、それ。マジで。それしたら、本当に、頭おかしくなるから、昔、コメント承認制に YouTube したことがあって、っていうのも、時系列の調整してる期間だったのよ。今は承認制じゃないんだけど、時系列の調整をしてる期間で、その時系列のネタバレとかを書かないでほしいっていうのがあったから、コメントを承認制にした時期があったんですけど、コメントを全部見て、基本承認ボタンを押してっていう風な感じの作業を、アボボタニー君と、まあ、もう一人でやったんですけど、二人とも頭がおかしくなりそうだって言ってました。マジで精神病むみたいな。君の編集で仕事した中で一番きつい仕事だったみたいなこと言ってました。それぐらい精神的に厳しいし、メンタル的に参る仕事っぽいです。やっぱりコメントって悪口書いたりとか、本当に意味のないこと書いたりとかするのをずっと見て、やっぱ気がめいるんですよね。だからそんなの見てもいいことなんもないです。最初戻ってきた時、老害ですぐ滑るだろう的なこといろいろ書かれまくってる。滑ってないかちゃんと面白いことできてるか不安でエゴサしまくってる。やめとけマジ。なんで。あのね、ハマスは滑り芸みたいなもんだから別に気にしなくていいよ。そういうのノリだから別に気にしなくていい。長月みたいなもんって言ったらちょっと傷つきそうだからそれは言わないけど、まあ、別に滑っててもいいんだよ。別に何かすればいい。一番ダメなのは何もしないでぴょんぴょん飛び跳ねて、何もせずに跳ね回ってサバイバルでも何もせずに子さんからずっと成長してないこの黄緑色のバカ、こいつ、これが一番ダメ。これ本当にダメ。これマジで何にもならないし、もう本当にゴミ、史上最悪で、何か揉め事とか、なんかトラブルが起こったら、目ざとく聞きに来て、笑い始めるみたいな、もう最悪って感じですね、もう。美味しいで笑い転げてる。もうめちゃくちゃだ。このおっさん、ほんま負けも。
もう行かれてるマジで。いやだからこれ本当にダメな例ですね。何もしないのが本当ダメです。何もしなくても例えば建築とかできるのはいいんですよ。ちょっとキャラ立てがちょっと迷走してるフェルナンドとかも建築できるんでいいんですよ。まあ、まあ、建築で頑張ってくれればフェルナンドもちょっとなんとかしないとなって思ってるんだけど、フェルナンドがまあたくみくんとかもラビットとかもうチャットとかそこまでしなくても建築ができるからそれでいいよ。サンドウィッチとかもなんか技能があればそれで OK、 別に無理しなくてもいい。自分のできることとかしたいこととかをやればいいから、そうドルボスみたいにサバイバル頑張るとか自分のやりたいこととかを頑張ればそれで気負わなくて OK。 あとなんか遠慮しちゃダメ。 DD の参加態度が一番いい。あ、 DD は人間として良くないし厳しい感じだけど遠慮しちゃダメです。あの無礼な行為をするのがいいんで無礼で大丈夫。そう、自己中で傲慢で大胆なのが一番 OK なんで、もう全然それで OK。 そうブレーキはかけちゃダメ。 DD ブレーキかかってないでしょ全く。ああいうぐらいでまあいい。そうゲーム好きで遊んでるぐらいがいいから、まああんまりこう気にせず、あと殴っていいやつをちゃんと自分の中で覚えておいてもいい。だから仲良くなるの大事で、仲良くなると殴っていいってわかるじゃん。殴れるのは仲いいから殴れるみたいなのがあるんで、まあ、まあ、虹山さんはこの通りクモさんにまあこういう感じになっちゃってるんで本当に大変ですねって話ですね。まあ気楽に侮辱とかしてもらって、まあバカにしていいのはアルゴンさん、アッシーさん、アーケンさん、23時さん、ベノムさんもほぼ全員バカにして OK。 バカにしちゃダメな人いないわ、パッと見たけど。全員バカにしても大丈夫。あ、朝日さんも全然バカにしていいけど、朝日さんは実はちょっと食らっちゃったりするからほどほどにしとかんと後でちょっとめんどいことになったりするから、そこだけちょっと頼むわ、ちょっとだけ気使ってあげてたら大丈夫なんやけど、たまに食らうんよ、気をつけて。まあまあね、うん、注意事項は多分教えてくれるから、いろんな人が、まあいろんな人のいじり方見て、あ、この人ここに突っ込まないなとか、そういうのをちゃんと見ながら、俺がよく拾う人は、あ、ここっていじりやすいんだとか、あのゴリラミくんが、あの今ノルノルさんがノルノルさんがとかって言ってて、俺が拾わなかったらね、ノルノルさんがいじりづらいなって思った時に俺が拾わないとか、そういうことが発生する。俺が拾ってるってことはいじっていいってこと。ほんとすいませんでした。まずいのは拾われない。そう、まずかったり今その空気じゃないなみたいな、例えば意味もなくいじるみたいな、タイミングが違うけどいじるみたいなことがあると俺が拾わないこと結構多い。ちゃんとバカなことやってくれたりとかバカな発言してからいじるみたいな、いきなり何もないのになんかわけわからんこと言い出すみたいな、そういうのはなし。話の流れがあってから。デポンとか喋れないからそういうミスしそうだもん。長月とデポンは特殊、長月とデポン特殊で、あのスターウォーズの C3PO と R2D2 の関係だから、2人はこう常にいじり合っててみたいな感じのノリなんで、彼らは特殊だと思ってください。出来のいい人工知能まあそんな感じかな。あとは、まあ、情報漏洩が一番かな。本当に情報漏洩が一番。国とかの情報漏洩と一緒で、存在すること存在しないことを認めることも情報漏洩です。例えばポリゴンっていつ帰ってくるのかなっていうのに対して知らないって答えるのも情報漏洩なんですよ。ノーコメントが正解です。知らないとか、それサーバーで言ってないよとか、それも情報漏洩なんですよ。わかります？くんさんっていつ配信開始するんですかってリプライで聞かれた時に、まだ来てないよとか、連絡がないからわからないとかっていうのもなし。すみません、よくわかりませんが正解です。推測の余地を一切あげない。ヘルスカ、なんて、コータンとかより日本語がもううまい。考えろは？まあまあ、それでもいいです、別に。なんでもいいけど、知らん、聞くな、ぐらいで。まあ、俺はわからんっていうのが一番楽。まあ、そうだね。存在します、存在しませんっていうだけでも、特定されたりするから、何かが。であとは、ガチで嫌な、ノリとかがあったら俺に早めに言うとか、これは絶対いじんないでほしいなみたいなのがあったら俺に早めに言う。妨害って言われるのガチで嫌です。誰も言ってなんか、自分で言ってないっていうか、そんなにみんな言ってないから。ちなみに今日まで妨害って言ったのファマスだけやで。確かに妨害って言ったのファマスだけだと思う多分。あとはチャットは、みんなチャット上手い人多いかも。ヒゲネズミ上手、ハゲな、ハゲネズミだ。シラソルも全くないか、チャット今日。ちゃんとチャットできてたから、
まあ、タイミングがめっちゃうまかったんだよねとかって今俺が言うと、こうなんか俺の発言家のごとく言うけど、なんかこう俺偶然被せてたりはあんまりしてないのよ。でチャットポイント制度の考え方でさ、こんなの読まないよね俺普通は。意味わかんないし、なんだよチャットポイントってみたいな話だから、こんな読むわけない、ないから、これは良くない。あ、そう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 、誤字脱字あっても俺読むから、アーケンさんのチャットでも読めるから俺、別に。誤字脱字めちゃくちゃでも、なんとか読むから、ござます。そうはならんでしょ。なんてアーケンさん、それさ、それ何？何がそうなったんだ？そういうのでも読めるんで、いつもチャット打つの時間があってタイミング逃すから、あー。あとね、俺が今訳したじゃん。俺今訳したでしょ。タイミング速度鍛えようまで読まなかったのって、それ以上は読まなくてもいいかなみたいな。俺訳したりもすんのよ、みんなの言ってること。なんだろう、分かりやすく省略するみたいな。少ない文字でいいんだみたいな。ガンガン打てば OK。そのチャット全体を要約して話したりするから。まあ、長いのが面白い。そう、それもあるんだけど、勢いで OK だし、長いの急に書いてもいい。急に長いの書くのも面白いから。それでもいいんだけどね、全然。刺されば OK。タイミング大事、めっちゃ。あと、自分の世界に引っ張り込むのがめっちゃ大事。自分の世界に引っ張り込むのうまいのは、MS とか結構うまい。自分の世界に引っ張り込むの。リケモとかもうまいし、まあ自分、世界の構築は簡単なタイプだけど、なんていうのかな。自分のノリに引っ張り込むみたいなのを作って、俺が集中して読むみたいな感じの空気作るの、結構大事かも。なんかずっとそいつに発言を求めて、そいつの発言をみんなで待つみたいになるから、ゴリラビとかもうまいよね。同じことに対して何度も言及するっていうのもだからあり。自分にこだわってる点とかがあったら、あともう結構感情的に打ってもいいような気はする。あんま考えて頭いいふりしないでいい、別に。考えずに思ってること打てば、まあ、当たったりするし、まあ他の人真似すれば。ベノムとかゴリラビとかもうまいし、まあ、風花がめちゃくちゃうまいんだけど、紅茶は下手で、長月も下手で、エビフライもそういうのを期待してたんだけど、思ったより下手で、何もしないし、参考にしていい人と参考にしなくていい人がいて、タコワサ66もうまい。タコワサ14はね、何も得意なものないから面白くないんだけど、14ね、チャットね、なんか何もないキャラになってから14がね、チャットし始めたの知ってる俺。俺ね、その話が結構盛り上がってから、ちょっとチャット量多くなったんよ。頑張らんといかんかなみたいな感じで、いや、もともとしてるのこれだけ、もともとこれ打ってる、これダブル打ってるだけ、もともとダブル。そう、こうやって今世界に引き込まれたじゃん、タコワサ14の。こうやって引き込める場所があると強いんよ、わかる？なんかこう、タコワサ14ってダブルをたくさん打つみたいなネタがあって、チャットでバレて、それがだからこうやってこう自分の世界に引き込んだらもう勝ちみたいな。だからなんか結局自己開示たくさんして、自分がどういう人間か知られたら、そいつの世界に持ってけるから。イケモンとかだってそうじゃん、なんかイケモンの絡みとかで。そう、別に WWW 打つだけでもいい、別に極論それだけでもまだマシ、何もしないよりは、ぴょんぴょん飛び離れるタナビよりはまだマシ。もう飛び離れることすらもやめて、多分今も放置してる、多分飯食ってるの。何ができるのこのおっさん、何もできんの。で、世界に引き込むのも待ってても別になんとかなるから、そういうチャンス逃さないみたいな。のじゃじゃとか出来横とかも、選手権動画とかで自分の世界に持ってくるうまい。のじゃじゃがめっちゃうまい、自分の世界になるの。なんか世界観持ってくみたいな感じがすごいうまい感じがする。自分がどういう人かっていうのを分かってると持ってきやすい。今何にハマってるとか、チャットの量も大事。あのベロムとかコノとかめっちゃチャットの量多いの。とりあえず打ちまくるみたいな。66も多い。66、ベノム、コノはめっちゃ多いの。だから多いとその分読まれるし、内容も面白くなってくから。あとなんか流れに沿ったものとか、俺の考えてることとかを読みながらみたいな、動画の流れみたいなのが分かった上で打ってるみたいな。で、こういう風なところで急にクンっていうのが、こう流れが読めてない場合というか、なんというか、なんでなんだ、ファーマスクどうした、この建物誰が作ったの。いや、まあこれもまあ世界の持っていき方なんですけど、これはみんなで作りましたね、ファーマスくん。みんなで作ったよ。動画出てるから動画見ようね、これ。ただこれはファマスのキャラだからできるんであって、これを、まあ、チルドとか、まあ、チルドがやったら面白いけど、チルドが急にクンさん？これ誰が作ったんとかって言い出したら、くっそ面白いけど、まあ、変なやり方だったら、まあ、スルーかな。まあ、例えば急になんかこう、なんか庭めっちゃ綺麗とか言い始めたら、まあ、スルーするかな、みたいな。そう、普通の人がやったらスルーされる。ほら、青いはちょっとどうしたのってなるけど、急に言うと。ヤッチーさんは、
まあすごいっすよね、まあ、雲みたいな活躍があると思いますよ。雲みたいな凄さが嬉しがるべきではない気もするが、まあ天才ってことでしょ。そうだね、天才だね、ヤスさんは。そうそうだ、そう天才だと思うよ。災害みたいなもん。あーと、まあ動画見た方がいいかな。動画見たら、例えば災害みたいなもんっていうのはこれですね、このコピペですね。これを知らなかったら、え、災害ってなんだろうみたいになっちゃうから、まあ動画はまあ見といた方が、まあ参加してれば動画見なくてもいいんだけど、参加しといた方がいいかもねみたいな。できなかったら動画ぐらいは見といた方が。そう、流行りしたりあるから、結構ネタの動画見てもちょっと追いつけない感じはするかも。配信見た方がいいかな。置いてかれるとどういうの流行ってるか分かんなかったりするから、まあそう、それで仲いい人に聞くって感じなんだよね。大学と一緒じゃない？グループ入った方がいい。そう、学校で一緒に友達作ると何してれば流行りか教えてくれたら、気軽に辞退してくれるから、サバいろいろ入ると得。まあ、友達いないと大学の難易度上がるから、もうゴリダビぐらい偏屈じゃない限りはごめんなさい。あ、まあ、ただしゃかさんはあとネタでフェミニズムやってるだけなんで別に気にしないでいいです。本気だと思ったらちょっと怖い人だなと思うんですけど、クモさんはネタだと思ってるんですけど彼の勝ちです。クモさんは自分はネタだと思ってるだけなんです。世界観は維持しつつやってあげて、あんまり破壊しないような感じで、割と本気でイラついてるっぽいから気をつけてあげて。でも大丈夫、もう菅田将暉だから大丈夫、大丈夫だよ。ネタネタ、なんかあったかな、千代野さん。千代野さんいい感じだね。なんかこうちょっと一皮むけた感じが。おい、新規勢、くんの話してるんだから椅子に座って話聞け、なめてんのか。ママスがこういう感じで人気になれたんです、50人クラフトで。ってことはって感じですよね。こういうのでもいいんだみたいな。あと、なんか嫌なことがあったら参加勢同士で話すとかがいいと思います。あとは俺に聞いてもいいし、まあ、俺に DM 送ってくる人もいるから。いや、 DM は見てるよ、見てるけど了解みたいな内容の時は返してない。あと、まあ別にそんな気にしないでいいぞって時、もう返信しなくても別にそのままでいいなって思ったらもう返してない俺。せめてスタンプ押してくれ。いや、デポンのサバイバル向上戦やろうってのも見てるんだけど、タスクがちょっとね、かぶりすぎててね、なかなかちょっと全部できないんだよね。できるだけやろうと思うんですけど、この話でずっと座ってる人と、動き回る人になんとなく系統がわかる。あー、まあ確かに。って言われたら急に座るピン太郎くんでした。他なんか質問ありますか？新規の人から。添付の期間はどれぐらいですか？数ヶ月。ゼロから無限。店舗って単発って意味じゃないの？あ？タムパツだと思ったの？テンポラリーだよ。一時的の TMP だよ。単発企画募集だと思ってた。学生さん。ドレハン誰とやればいいですか？ドレハンで悩んでんのか。いや、まあ、動物組でやれば。まあ、それかニット部とかでやるとか、ニット部に来れるかは別として。ただね、まだやめた方がいいと思うよ。ペニガキが強すぎて、キャラが激しすぎて、勝てる気しねえ。正直やばすぎるから、もうちょっとほとぼり冷ました方がいいような気がする。普通に埋もれる、多分。自作プラグイン企画の提案はどの程度やればいいですか？いや、にゃあ、どういう手法でやるのが正しいのかな？プラグインとかのやつって。レポンも知りたいって、どういう手法で誰に連絡してやればいいのかなって、プラグインとかでやりたいときってって。できてからサバに入れたいって、コロさんに連絡してくださいにゃ。らしいです。クンさんに許可いらない？いらないと思う。多分ラボの判断で弾けると思う、やばいやつは。むしろ俺に言われてもよくわからんみたいになるから。ラボの人が難色示したら、それってダメってことだと思う。ヤニャに一応言ってください。ヤニャが受け付けます。大体いるから。いやなーでもいいよ。ちなみにヤニャーさんはあのディスコードの裏でも本当にヤニャーなんで、ヤニャーだと思ってください。何言ってるか分かんないかもしれないけど、ヤニャーガチで裏でもヤニャーなんで。あとは、まあ、企画案とかに書くのが、まあ、結構いいかも。企画案でこういう企画みたいなの書いたらまあいいかも。俺企画案は見てるから、ずっと企画案とか全然書いてほしいです。タマス1年以上いない状態に戻ってきたから、爪痕を少しでも残して前みたいに戻ろうと躍起になってるんですが、現状のノリが分からないです。ファマスがいる時との差は、割と集団戦になってる感じがする。仲いい友達と何かやるとか、ネタで何かするとか、結構大事になってきてるし、ソロはちょっと難しい、タイミングが。じゃあやっぱ俺もサーバー作るべき？いや、そうじゃない、そうは言ってない。ファマスがサーバー作っても、
ハマスは人をまとめて何かやっていくっていうのは多分あまりうまくない気がするのと、入れるのが田辺とか取れないようなトミーとかそういう感じのを入れちゃって結局何もできませんみたいになるような気がするから、誰かと仲良くなるのがいいんじゃないかな。ノリは分かんない状態でグループは絶対作れないと思う。まずだって何すればいいか分かんないのに、とりあえずグループを作りますって言ってもそれは何もできない気がする。あと仲いい人とグループ作るもんだから、友達募集みたいなのって友達あんまできなくないのか。友達って募集してなるもんじゃなくて自然になるものだから、今のノリが分からないっていうハマスの昔ながらのムーブももう面白いから、別にあんま気にしなくていいっちゃいい感じもする。一緒である必要はない、みんながみんな別にこのままでもいい。仲いい人がいてもグループに入れない場合、新しく仲良い人作った方がいいですか。まあそれは某グループがどうするか分からないんで僕はちょっと分かりません。今話してるポータルとカイキングがなんかドクモとかが一生懸命真面目な話してるって思うと一体どんな感じなんだろうなって思って、それめちゃくちゃ面白そうな気がするんだよね。錯綜しそうな気がする、なんか内容が。ポータル何かあったら俺に相談してね。分かんなかったらみんな人見知りで怖がりなだけ、大丈夫。人を入れる入れないの権限は一人に任せたから、あのね、あれなんだよね、インターネットのコミュニティは独裁主義が一番です。民主主義のコミュニティはことごとく失敗する。いや、ラボの合議制はある一定程度の知性に基づく人間が集まれば合議制は成立するかもしれないけど、インターネットって違うから、あの目的がちゃんとしっかりしてるし、ラボはちょっと性質が違いすぎる。同じような人間を集めすぎてるから、それはいい意味で、いい意味で集めすぎてるから、基本的にインターネットのこれ遊びのコミュニティは独裁性じゃないときつい。結局まとまらないから、人の顔色が見れないから、民主主義はちょっと厳しい、瓦解しやすいね。民主主義は庶民が作られた政府を意味する、でも庶民がバカだったら…てんてんてん。まあそういうことですね。田辺より民主主義に対する理解がありそうですね。はい、ということで、GG!